精神疾患になりやすい性格。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は質問をいただいています。27歳男性、精神障害は性格的に繊細デリケートな人がなるものですか、という質問ですね。非常に鋭い質問というか重要な質問だと思うんですね。私が精神科になった頃は、例えば几帳面な人は鬱になりやすいとかですね、肥満型の人は躁鬱病になりやすいとか習いました。しかし最近はですね、几帳面じゃない人も鬱になるし、外向的な人も鬱になるし、鬱病だけで言うと全ての人が鬱病になるってことはもう分かっています。几帳面な人は多少なりやすいという傾向があるかもしれませんけども、ズボラな人とかだらしない人がじゃあ鬱にならないかというと全くそんなことはないわけですよね。多少は関係はしてるんですけども、決定的なものにはならないです。ですから何の足しにもならないって言った方がいい。あなたがもし几帳面だからってうつ病になりやすいとも言えないし、あなたがズボラだからといってうつ病になりづらいとも言えないんですね。だから性格とそういうメンタル疾患っていうのはほとんど関係ないというのが今のおそらく精神科の一般的な意見だと思います。じゃあ何と関係してるかって言った時にですね、重要なのは性格じゃなくてレジリエンスっていうことがすごく言われてるんですね。過去のカバチャンネルの動画でも何回か取り上げているんですけど、重要なので今日ももう一度お話したいと思うんですけど、レジリエンスっていうのは心のしなやかさとかストレス耐性とかそういうふうに訳されることもあるんですけども、例えばメンタルが強い人っていうと、メンタルがこうすごいしっかりとしてドシンとして何かこうストレスがドーンときても押しつぶされない人っていうイメージだと思うんですけど、実際はそうじゃなくて、むしろストレスが来た時にしなやかに対応できるとか、あまり真に受けないとか、なんとなくこうやり過ごすとか、そういうこう緩やかに対応できる人の方がメンタル疾患になりづらいってことは分かっているんです。例えば例で言うと地震でですね、免震装置のないこのコンクリートのビルと木造の住宅では、木造の住宅の方が強い震度に耐えられるわけですよ。コンクリートで免震装置がなければ大きい地震がドーンってきた時に揺れを逃がすことができないけど、木造の住宅だと揺れを逃がすことができる。これに近いものがレジリエンスっていう考えると分かりやすいんですけど、緩い方がですね、こうストレスが来た時にこう対応できるっていうのがそのレジリエンスの考え方だから、レジリエンスが高い人がメンタル疾患になりづらい、レジリエンスが低い人がメンタル疾患になりやすいっていうことが最近の研究で分かっています。じゃあレジリエンスっていうのはどういう要素と関係してるんですかって言った時に、感情のコントロール、感情を自分でコントロールできるかどうか、自己効力感、自己効力感っていうのは例えば何か大変なことがあった時に、まあでもなんとかなるよっていうふうに思えるか、あと自尊心、自尊感情、自分自身を大切に思える心というのを持っているか、反対の言葉で言うと自暴自棄ですね、楽観性、物事を楽観的に捉えれるか、あるいはコミュニケーション力、相談できる人がいるかどうか、あなたがすごく困った時に相談できるお友達がいるかどうか、他にもいろいろ、あと完璧主義だとレジリエンス上がりますし、ユーモアのセンスがあるとレジリエンスが高いとかいっぱいあるんですけども、今言ったようなどちらかというと性格ではなくて考え方なんですよ。考え方、物事の捉え方というものがメンタル疾患の発症と関係しているというふうに言われています。つまり考え方なので皆さん変えることができるんですね。だから今言ったようなものにもし当てはまるような方がいたらですね、それを変えるように努力するということによってメンタル疾患になる確率を減らすことができます。性格ってなっちゃうと、性格ってそう簡単に変えられないじゃないですか、おそらく。まあ5年10年いろいろ努力すると変われるかもしれないけども、1週間2週間で変えることはできないですね、性格をね。だけどこのレジリエンスに関しては1ヶ月とか2、3ヶ月とか、そういった短い周期でもこう変えていくことっていうのはできます。考え方をちょっと切り替えるようにね、物事を楽観的に捉えるようにしようぜ、それだけでもレジリエンスが高まるわけです。という形なので、皆さんもレジリエンスを高めることによってメンタル疾患を予防することができるということなので、ぜひですね、このレジリエンスという考え方を覚えておいてほしいと思います。さらにレジリエンスを知りたい方はですね、レジリエンスのカバチャンネルの関連動画の方をご覧ください。0100思考の人がメンタル疾患になりやすい理由。メイさん、白黒思考、ネガティブ思考の人がうつ病になりやすいですか？なりやすいですね、間違いなくね。だって0か100かでしか物事を考えないわけだから、世の中の大半なことが失敗したとかうまくいってないって言うんですよね、そういう人っていうのは。試験で例えば90点取った時に皆さんどう感じますかってことなんですよ。よし、やった90点も取ったぜ、イエーイって言える人は健全なんだけど、なんでこの問題間違ったんだろうとか、あと3問合ってれば100点だったのか、なんでこれ間違えたんだろう、俺ってダメだっていう風に言うんですよ、完璧思考の人、0100思考の人っていうのはね。だから90点も取ってんだから、まず自分を褒めてあげればいいじゃないですか。その上でこの問題はできなかったから次は絶対取るぞって言ってフィードバックして、次の勉強に生かしていけばいいので、自分を責める必要とか全くないんですよね。いいですか、皆さん言いますね。何か失敗したりこけたりひどい恥をかいたりしても自分を責める必要はないんですよ。他人から責められるのを防ぐことはできませんけど、自分で自分を責めないのは自分の意思でできるわけだから、他の人から悪口を言われたり嫌がらせを受けたりするのは防げないのはしょうがないけども、自分で自分を嫌がらせしたり自分で自分を責めてですね、自分
分で自分の顔をパンチするのは自分の意思でやめられるでしょう。なのでそこをどうしても完璧主義の人っていうのは完璧じゃない自分を責めたくなっちゃうんですね。ゼロ百思考の人はちょっとうまくいかなかったそのたった一つの失敗とかほんのちょっとのミスみたいのをとにかく責める。そうすると自己肯定感が下がる。自己肯定感が下がるからさらにネガティブになる。そういう細かいところが気になる悪循環ですね。それが実際仕事とかでも回らなくなってくると鬱になったりするということがありますよね。ということでもっと緩く考えていけばいいんですよ。失敗することもミスすることもあるし、私なんかこの間の動画で100回失敗しろと、社会に出るまで100回失敗しろと、何でもいいから100回ぐらい失敗しろと、受験でもいいし恋愛して振られるのでもいいし、なんか恥かいたりするのでもいいけど、とにかく100回ぐらい失敗した方がいいんですよ。失敗すれば失敗するほど立ち上がる力が強くなるから、それがレジリエンスっていうね、心のしなやかさ、心のバネでもあるわけだから、皆さんどんどん失敗してほしいですね。どんどんこけてほしいですね。どんどん恥かいてほしい。立ち上がる力がない状態で20歳まで育っちゃうと、そこで大きくこけちゃったらもう二度と立ち上がれなくなりますね。わかりやすく言うとメンタル疾患発病して一生棒に振るというような人がたくさんいるんですね。だから皆様にとにかく大人になるまでに100回失敗すると、もうすでに大人になってる人はできるだけあと1年以内に100回失敗してほしいなと思いますけどね。失敗した時の自分を責めないで、ニュートラルに事実を分析して、できてないところをできるようになっていくように反省したり修正したり新しいことを学んだりしていくということがあなたの成長、自己成長になるんですね。100回失敗しろっていうふうに言ったけど、100回失敗するとこのぐらい成長してますね。別人のように成長してますので、転んでも一瞬で立ち上がれるようになるということですね。失敗しない人は立ち上がった経験がないので、大人になってから大こけすると二度と立ち上がれないということが思います。あるいはこけた時に骨折ってしまって大変な感じになるイメージでしょうか。考え方を変える方法、精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は花沢城からお届けしています。今日は質問いただきました。チョコミントさん、30歳女性。以前の人間関係の動画で二分思考で考えてしまっていることが多いと感じました。振り返りをしても自分が悪い、相手が悪いと考えがちなので、二分思考の改善方法が知りたいです。はい、ゼロ百思考とかね、二分思考、ゼロか百か、一か八か、丸か×か、イエスかノーかの二者択一で物事を考えてしまう、成功か失敗かって考える人も多いですね。そういうのを二分思考というふうに言います。二分思考っていうのは非常に極端な思考で、成功も失敗もないんですよ、世の中。だいたいぼちぼちの70点とか60点ぐらいの結果に終わるはずなんですね。なんか仕事のプロジェクトをした場合、今回は100点の大成功でした、0点の大失敗でした、10億円の赤字を計上しましたっていうほどの大失敗もめったにないし、大成功もめったにない。だいたい60、70点ぐらい評価してみると、うまくいった点もあるし、良くなかった点もあるけど、まあまあ無難に終わりましたね。6、70点ですねっていうのが大体世の常なんですよ、本当は。でも二分思考の人はよくプレゼンテーションでも一箇所でもなんか詰まってしまったら、ああ大失敗した、私はなんてダメなんだっていうふうに言い出したりする。それがゼロ百思考、二分思考なんですね。二分思考の人っていうのはネガティブな体験が増えてしまいます。なぜならば100点以上全部0点だから。だから学校の試験で95点取れた、普通95点取れたら喜ぶと思うんだけど、このなんとかの問題を間違えちゃった、これ昨日やった問題で、なんで昨日覚えたのに今日間違えちゃったんだろう、俺ってダメな人間だ、95点取ってんのに自分自身を責めて自分の自信をなくしていくっていう人がなるんですね。二分思考はそうなってしまうんですね。なので二分思考の人はメンタル疾患になりやすく、あと病気は治りません治りません治りませんって言うんだけど、95点ぐらいになっても治りませんって言ってるんですね。90点になっても95点になっても治りません、99点になっても治りません、まだどこどこが調子悪いですってことを永久に言い続けてるので、永久に治らないと。二分思考でいる限りはもっと中間とかグレーというものを許容できないとですね、メンタルがものすごく治りづらい。ということで二分思考の人はメンタル疾患になりやすく、メンタル疾患に治りづらい、そしてストレスに非常に弱い、そういう傾向がありますので、できるだけもっと柔軟な思考に変えていってほしいと思うんです。その方法とはということで、今までの本とか YouTube 動画では数値化っていうことをお伝えしてきました。今の自分の気分を100点満点で評価してみよう。朝起きたら今日の気分は何点でしょうか。二分思考の人は良いか悪いかの2つで考えますけど、100点満点で考えると今日は50点ぐらいかな、うん、今日はそういう気分がいいから90点だっていう風にしてグラデーションで考える練習ができる。何か仕事をした時にその成果を自分自身に評価した場合、0か100か、成功か失敗かではなく、今回はこうこうこういう点がうまくいって、こういう点は失敗したので70点ぐらいかなっていう風に、自分の仕事の成果なども数値化する。数値化っていうことをやっていくと、0100思考、二分思考ではない思考法というものができるようになって
ってきますっていうことをやってもなかなか治りませんって人も多いと思うので、その方法をね今日は話すんですけども、人間自分の考え方とか欠点とかそういったものを皆さん直したいっていうふうに言うんだけど、そう簡単には治りません。じゃあどうしたらいいのって言った時に、何か極端な滑走してしまった時、ああ今回も仕事で大失敗した、うーあれこれって二分思考じゃねえの、大失敗というよりはいくつか失敗した点はあるんだけど、まあまあできたんじゃないの、でもついつい二分思考しちゃったよっていうふうに自分の二分思考に気づくってことが大切ですよね。これマインドフルネスです。今ここに注目するってことがマインドフルネスです。だから別に失敗してもいいので、あるいは二分思考を無理して変えなくてもいいので、まずは二分思考しちゃった時に、ああ今のってちょっと極端すぎたな、あ0か100かで物事を考えてるぞ俺っていうふうに自分で気づくってことが大切です。これがマインドフルネスです。例えば何でもいいんだけども、貧乏ゆすりを直したいですっていう質問とか時々あったりするんだけど、その場合は貧乏ゆすりをしないようにしないようにするっていうよりは、あ俺今貧乏ゆすりしてるってことにまず気づくことが必要です。そうした場合どうしますか、うんちょっとやめるように頑張ってみよう、5分だけ頑張ってみよう、1時間したらまた貧乏ゆすりしてました、あ俺また貧乏ゆすりしてる、またちょっと我慢しようっていうふうにマインドフルネスで自分の今の状態に気づけばですね、それをコントロールするということができるようになります。そこで多くの人は二分思考しないようにしようっていうふうに強く思えば思うほど、二分思考をしてしまった自分に気づいた時に、なんて俺ってダメなんだって言ってまた自分を責めたりするので、余計ネガティブになってて人も成長しないんですね。さっき言ったその貧乏ゆすりをしても、俺また貧乏ゆすりしてる、なんてダメなんだ、こんな変な癖を早く直さないと、わーってなってマイナスのことばっかり考えるから余計気分が落ち込むんだけど、ニュートラルな感情で、あ俺貧乏ゆすりしてた、うん直そうでいいわけですね。そういう風にして一旦外れたら元に戻す、悪くなったら元に戻す、この修正をやっていけばいつの間にかいい状態で維持できるようになるというのが、自分の性格を変える、あるいは考え方を変える方法として非常に有効です。無理して直したり変えたりする必要はなく、今の自分自身の状態や感情や行動というものを客観的に見られるようになれば、自然とそれをフィードバックして直していくということは可能でございます。ということで、ぜひですね今の自分を注目し観察してフィードバックをしていく、冷静にですね、あんまり自分を責めたりネガティブに追い込んだりする必要はございません。客観的に見て客観的に直していくということを淡々と行っていくとですね、いつの間にか自分の悪い癖とか悪い考え方の癖なんかも治っていくんじゃないかなと思います。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。レジリエンスっていう精神科のね、疾患って言葉がめんどくさいんですよ。レジリエンスって言わないで心のバネって訳せばいいのに、レジリエンスって言ったせいでなんか訳が分かんなくなってくる。これマインドフルネスとかもそうだし、あと最近私が言ってるスティグマっていうのが、ね、差別偏見のことなんですけど、もう難しい用語を当てちゃうと分かりづらくなってしまう。レジリエンスもそうなんだけど、レジリエンスでもともとは弾性力、バネのビョンビョンってバネあるでしょ、あれのこの伸び縮みの弾性を示す、弾力性ねの弾性を示す工業用語がレジリエンスって言葉らしいんですが、そこからそういうストレスを受けて落ち込んでもそこから回復する力、バネがビョンってこう縮んでもボーンと元に戻るね、それをレジリエンスって、元に戻る力ですね、この、ね、バネのように。そこから心のバネって訳されたり、私は心のしなやかさって訳すのはすごくいいんじゃないかなと思うんですけど、落ち込んでもそこからまたそこに固執することなくふっと元に戻るとか、何か嫌なことがあってもスッとスルーするようなこともできるとか、そういったことも含めて心をしなやかな状態にしていくっていうのが、皆様方のレジリエンスのイメージとして持っていただくと分かりやすいのかなと思うんですよ。逆に心がしなやかじゃない状態っていうのは、ああ仕事で失敗した、どうする、わーわーわーって言ってこと、一日中ずっと考えてるような人はしなやかじゃないですよね。しなやかな人は、ああ仕事で失敗したけども、まあそんなことずっと考えててもしょうがないから、なんかちょっと別なことで気分転換でもしようみたいなのができる人っていうのはしなやかですよね。そういう切り替えとかですね、切り替えが上手な人とか、そういう人がレジリエンスが高いとか強いとかね、言うということになりますね。レジリエンスってどういうことで決まってくるかというと、やっぱりその人の経験値、今までの経験とか体験によって決まってくる、いろんな要素があると思うんですけどね。あともう一つは睡眠、運動、朝散歩のような体が整っているかどうかって、この2つの要素によって結構決まってくるんじゃないかなというふうに思いますね。レジリエンスを高める方法は何ですかっていうのを当然皆さん思うと思うんですが、たくさん失敗するといいですね。たくさん失敗してそこから立ち上がる、七転び八起き
ていうね、言いますけども、7回転んで8回起きる。転んでもまた起きる。転んでもまた起きる。この起き上がる力っていうのがレジリエンスになります。だから、皆さん人生で失敗したり嫌だとか、失恋したり嫌だとか、仕事で失敗したくないっていうことを言うんですけど、小さな失敗や小さな凹み、小さな挫折っていうのは、できるだけたくさんしといた方がいいです。特に若い人はたくさんしといた方がいいです。逆に言うと、10代、20代でそういう挫折や失敗をたくさんしとけば、レジリエンスっていうものが養われますので、社会に出てから、大人になってから何か大きな壁にぶち当たっても、しなやかに受け流すことができますよね。なので、失敗というのは経験であるなんてことはよく言うけども、レジリエンスを養うものですよ。なんか皆さんが失恋したりですね、仕事で失敗したら、よし、これでレジリエンスが強くなったと思ってですね、喜べばいいわけですね。あと、今すぐレジリエンスを強めたいという人は、睡眠、運動、朝散歩をしっかりとやって調整するといいと思います。特に朝散歩は即効性があると思いますね。なぜかというと、セロトニンが低いっていうことはどういう状態かというと、自分の感情がコントロールできないということです。あと先ほど言いました切り替え、この間切り替えの動画出しましたけども、切り替える力っていうのは実はセロトニン、前頭前野のセロトニンが関係していると言われています。なのでセロトニンが高まると、何か嫌なことがあっても切り替えて別なことをやっていく、落ち込んでても気分を切り替えてよしやろうっていうふうに切り替えることができるんですね。それがセロトニンの力です。だから朝散歩のようなことをちゃんと継続してやってると、レジリエンスが高まっていくということですね。ということで、このレジリエンスというものがあると、いろんな意味で有利というかな、皆さん何か仕事とかで失敗したり怒られたりするとかあると思うんだけども、そこから感情をとりあえず置いといて、なんで失敗したんだろうとかを冷静に考えてフィードバックして、次同じような失敗をしないっていうことを淡々とやり続けると、皆様の仕事力や能力や人間力やいろんなものが高まっていくんですね。だからそういうことも含めての回復力っていうのかな、フィードバック力って言ってもいいかもしれないけども、いろんなものを総合してね、レジリエンスってことを言っています。もう一つが、皆さんストレスに強くなりたいっていうふうによく質問が来るんですけど、ストレスに強くならなくていいんですね。皆さんストレスに対するイメージとしては、ストレスというものが来た時に盾のようなものでガーンとストレスを受け止める。だけどストレスフリー招待剤にも書いてる闘牛士の例ね、猛牛が自分のところにバーッと向かってくる時にどうするかっていうと、盾で受け止めたら絶対吹き飛ばされるわけです。牛何百キロもあるわけですからね。だから闘牛士の人はこの赤い布を持ってパッとこう避けるわけですね。だからストレスは直撃しないで受け流せばダメージゼロなんですよ。なのでストレスは受け止めてはいけないし、真正面から受け止めては絶対いけないんですね。スルッと受け流せば、ボクシングと同じで、どんな強烈なパンチでも当たらなければノーダメージなので、ストレスもスルッとこうかわすようなイメージ。皆さんが何か他の人から何か嫌なことを言われたり怒られたり嫌味言われたりした時も、真に受けるから嫌な気持ちになるんだけど、また人の悪口言ってるこいつ、気にしないわ、ちょっとこう受け流す、これがレジリエンスですよ。何か嫌なこと言われたり嫌味言われたりしてもスルッとそういう風に、いつもこいつはずぶりやって性格悪いやつだなー、でも全然気にしないよってスッと受け流せばダメージ受けないですね。こいついつもこういう風に言ってるよな、うちの上司は本当怒りっぽくて嫌になっちゃうよねっていう風に心で思って受け流せばいいんですよ。それ真に受けすぎなので、そういう風に真に受けずにこうスルーできる力といったようなものも、これがですねレジリエンスってことになってきます。これが身についてくるとですね、いろんなことをもう一瞬で立ち直ることができるようになってくる。元に戻る力、回復する力ではありますのでね、一瞬で元のメンタルセットをすることができますよね。この間サッカーの試合でもありましたけども、本田圭佑選手が例えばスペイン戦で先制点された時に切り替えていきましょうってことをね言ってましたけど、そこでパッと切り替えれるかどうかっていうのがレジリエンスであり、さっき言った切り替え力、セロトニンの力っていうのが問われるんですね。だからメンタル的に非常に整えた状態にしていくと、そういうピンチに陥った時も冷静になってスッと1点入れられたって言って、ああどうしようどうしようどうしようと落ち込んでるうちにもう1点入れられちゃうわけだから、スッと元に切り替えてですね、起こったことは起こったとしてしょうがないので、もう一回集中力を高めてやっていくっていう風にできる人とできない人っていうのは分かれてくると思うんですけど、それもレジリエンスであったり切り替え力、セロトニンであったりってことになってくるのかなと思います。失敗したり落ち込むようなことがあったら、そこから立ち直ればレジリエンスが高くなるんだっていう風に前向きに捉えると、いちいち落ち込んだ状態で固執しないで引きずらないで入れるっていう部分もありますので、そんな風にレジリエンスというものを捉えてみてはいかがでしょうか。